どうも、しゅんです。こんにちは。はい、ということでですね、今回は以前しゅんダイアリーチャンネルで取材させていただいた小林さやかさんに来ていただきました。よろしくお願いします。よろしくお願いします。小林さやかです。今回さやかさんの就活の話を中心にお聞きしたいなと思っています。よろしくお願いします。はい、お願いします。ブライダル系の会社屋さんに就職される方って慶応大学でいうと意外となんか少数派なイメージがあるんですけど、どうしてそのブライダル系の会社に進もうと思ったんですか？本当におっしゃる通りで、慶応出てウェディングプランナーになりますって人って本当にほとんどいなくって珍しい方だったと思うんですけど、サービス業に就くのはね。なんでウェディングプランナーになろうと思ったかっていうと、それこそ自己分析の時に、私は何が好きなんだっけ、私はこの3年間4年間で何をしてる時に一番ワクワクしただろうって自己分析しながら考えた時に、下北沢の居酒屋でバイトをしてたんですね、私、はい、その居酒屋でのバイトがすごい楽しくて、私接客業好きだなってすごい思ったんですよね。すごいシンプルに、私こういう仕事がずっとできたら最高に楽しいなって思った時に、ビリギャルの著者で私の恩師の坪田先生に、ね、私サービス業だと思うんだけどどう思うみたいな多分電話をしたんだよね、うん、そしたら坪田先生がサービス業ね、じゃあこの本すぐに読んでみてって言われて教えてもらったのが、リッツカールトンの元日本支社長の高野昇さんという方がいらっしゃるんだけど、その人が書かれたサービスを超える瞬間っていう本が、でこの本を坪田先生に読めって言われて、もうその足で本屋さんに行って買って、でもう電車でも読んで電車で号泣して、でも次の日にはリッツカールトンに私ここに入りたいんですけどって言って、リッツカールトンホテルの宿泊フロントのお姉さんが、うん、かしこまりました、じゃあちょっと人事に確認してまいりますって、今思えばそんな中途採用しかやってないのは明らかだからその場で断られてもおかしくなかったところを、そのお姉さんが本当に5分ぐらい帰ってこなくって、戻ってきたら中途採用しかやってないようでございますので、いつかご一緒できるのを楽しみにしてますねっていう神対応を受けホスピタリティすごいですね私絶対ここに戻ってこようと思ってリッツに戻ってくるためには、同じサービス業でもホテルじゃダメだと思って、ウェディングだと思ったの。へえ、そういう逆算思考でウェディングプランナーになろうと思ったんですね。そうだって、ホテルはまだリッツまで行くともう非日常だけれども、結婚式って基本二度とないじゃないですか、同じ人生に一度ですよね、はい、そうだから非日常でしょ。一流のウェディングプランナーになれたらリッツに入れるってその時思ったんだよねそれで帰ってウェディング企業片っ端からエントリーして、受かったウェディング企業に入社した。ちなみにそのさやかさんの中に潜在的に眠ってるそのキャリアの軸みたいなところって、どういうところにワクワクするんですか？私多分目の前で喜んでる人を見たいっていう欲望があるんですよね。で、広告代理店とか、ね、新聞社とかなんかテレビ局とか、まあ、私の同期たちがこうどんどん入ってった会社も、多分辿っていくとどんな職業も結局は誰かを幸せにしてると思うんだけれども、私は欲張りなのでその場で見たい、はい、目の前で本当に明らかに誰かが幸せになる瞬間を見たいっていう欲望があるので、それで言うとウェディングもまさにそうだし、ですごい大金払ってるのに泣きながら、さやかちゃんがいたから幸せな結婚式できたよって、一生の思い出になったよって、なんなら親御さんとかからも泣きながらありがとうって言われる仕事なので、こんな幸せな仕事はあんのかなって思いながらやってましたね。私は本当に天職だなって、本当にちょっと震える瞬間がたくさん毎週起きるような感じだったんで、ちょっと本当に今思うとブラックだったなっていうぐらい、勤務時間とかはえげつなかったですけど、本当朝6時とかに来て、で夜中の3時まで事務処理してるみたいな感じだったから本当ほとんど、ね、サービス残業でやってたけど本当に幸せだったですね。
さやかさんのその原動力みたいなところってなんでそんなに頑張れるんですか？まあ一つはやっぱりウェディングプランナーの仕事が本当に好きだった。もうできない人は本当すぐ辞めちゃう世界なんで、私が頑張り屋さんだからそれができたというよりは本当好きだった。私本当にお客さんみんな大好きで、毎日前日泣きながらお手紙書いて、新郎新婦が退場して、で最後のご挨拶する時に毎回泣いてたのね。で泣きながらお手紙渡したら、あっちもお手紙書いてくれてて、もうな泣きながら、あもう寂しいみたいな、なんかそういうのをやってたから、なんかね頑張ってるっていう感覚ではなかったですね。なんかただただお客さんを失望させたくないし、もう最高の結婚式やらせてあげたいっていう気持ちだけでやってたんで、別にこう頑張ってたっていう感覚はないから、就活は大成功だったなと思います。私はすごく自分の好きなことをちゃんと見極めて、的を絞って、ちゃんと自分がどんなに忙しくても頑張れる、本当幸せを感じながら頑張れる職業を選べたっていうのは、就活でちゃんと自己分析を深めてやった甲斐があったなって思いますね。いや本当に夢中になってたっていうことですよね。すごく自分に合ってたなと思いますね。ちなみにそこからキャリアチェンジされたと思うんですけど、そのきっかけはどういうところにあったんですか？これは私もすごく未熟だったなと思うんですけど、ちょっと待って知ってる、ダイアリーのサイトではその企業から内定をもらった先輩のリアルな面接動画が見放題、志望動機とか参考にできるじゃん。絶対にここでしか見られない無料登録で今すぐ見てね。概要欄からチェック。